皆さんはご存知だろうか？忘れてしまう道具を。忘れる道具といえば、やっぱり忘れろ草とかそういうのがあるよね。他にも忘れん棒とか、忘れバットとか。ってあれ？意外と忘れる道具って多いな。そう、ドラえもんの道具の中でも似た効果を持つ道具は多いのだけれど、その中でも今回は忘れてしまう道具に注目。というわけで今回は、嫌なことは全部忘れてしまえ、こんなに多い忘れてしまう道具、だ。僕は誰でしょう？どうしてここにいるのかな？というわけで今回は、記憶を忘れさせてしまう道具を解説しよう。冒頭レイタも言っていたように、ドラえもんの道具には数多く記憶を消す道具があり、その中で最も有名なのが、コミックス9巻、忘れろ草に登場する。この、忘れろ。その花がなんだって、早く教えてよ。なんだっけ。おい、助けてくれ。君誰？僕は誰でしょう？どうしてここにいるのかな？思い出した、こうしちゃいられないんだ。匂いを嗅ぐと忘れてしまう。この道具こそ忘れろ草であり、ドラえもんが数分で記憶を取り戻しているあたり、効果は非常に短いが記憶障害を発生させ、しかもこの記憶障害中、例えばママがのび太に買い物に行かせようとした時、お使いに行くところでしょ。そうそう。ケイアンがのび太を殴ろうとした瞬間も、俺何をやってんだっけ、スネを殴るんだろ。お、そうかと、記憶障害中はほとんど言われるがままになってしまう。ある意味記憶操作とも言えるほどの能力を持っているのである。効果は短いけど性能は絶大ね。そう、ちなみにこの道具のメカニズムは、ドラえもんの秘密道具使い方辞典2に詳しく記載されており。忘れろ草、この草の匂いを嗅ぐと束の間何もかも忘れてしまう。その性能は、葉脈センサー、ソーラー板、光ファイバー、鼻もどき、めしべもどき、おしべもどき、ガクファンなど、いろいろな名称がついており、人の顔にこの草を近づけると葉脈センサーが炭酸ガスを感知する。これ二酸化炭素に反応してたんか、かと同じじゃん。感知した信号を、光ファイバーがガクファンに伝え、微風を起こす。すると、おしべもどきに入っている原子花粉が風によって出てくる。花粉は、香りを出しながら鼻もどきから出てくる。この香りを嗅ぐと少し酔った気持ちにさせ、短期記憶をさせなくするんだ。短期記憶？パパが酔った時に何か約束をしたけど、次の日には忘れてるってことがあるだろ。ディズニーランドへ？そんなこと言ったかな？俺大丈夫なんか。まあ、過去にデズの遊園地とかゲームにしてたし平気でしょ。知らんけど、とにかく忘れろ草はそういう感じにさせる道具らしく、記憶を消す、というよりは、短期記憶障害を起こす道具で、発動条件は濃度の高い二酸化炭素、つまり顔に近づけても息を吹きかけなければ何も起きないし、呼吸を止めれば効果は発動しない。が、本編でもあったように、と顔に近づけた瞬間に発動してしまうことが多く、ドラえもんもそれで記憶障害を起こしていましたね。ドラえもんの呼吸って二酸化炭素出るんか。確かに。ただ、この道具非常に便利なのだが、ソーラー板があったりスイッチがないところを見ると、常時発動していて、自己的に物を忘れてしまうのが唯一の欠点だろうな。ちなみに本編ではスネ夫もトイレに行きたいのに、自己的に忘れろ草を吸ってしまい、トイレに行くのも忘れるぐらい効果は強烈でしたね。生理現象忘れるってよっぽどやな。ちなみにこの道具、コミックスでは後2度ほど登場しており、コミックス28巻、真珠製造アコヤケースでは、30分間、静香ちゃんのママに真珠のネックレスを忘れていて欲しいと思ったので、そこで取り出したのが、忘れろ草。この花の匂いを嗅ぐとしばらくの間、どうなるんだっけ？この流れ鉄板なんだな。というわけでこの回も静かままに短期記憶障害を起こさせ、約30分後に自力で思い出したのであった。効果は結構個人差があるのね。ドラえもんは数分だったけど、今回は化粧しているあたり、何かきっかけがあるまで思い出せない人も多いのかもしれないな。最初の回もジャイアンは壁の落書きを見るまで思い出せなかったし、スネ夫もお漏らしするまで思い出せなかったし、逆に言えば、短期記憶障害は起きても、真実を見ればすぐに思い出すってことですね。なので、コミックス37巻、のび太の0点脱出作戦では、学校のテストで悪い点を取り続けていたのび太、そこでドラえもんにこんな提案をするのだ。こんなのどうかな？忘れろ草で先生にテストのこと忘れさせるの。やるよ、やりますよ。と、勉強しろと怖い顔でドラえもんが迫っていたが、仮に出してくれたとしてもこれはあまり効果はなく、学校という環境なら先生はすぐにテストのことを思い出してしまうだろうし、結局その場しのぎにしかならないってことなんですね。なるほどね。というわけで原作に登場する忘れろ草は以上。ここからは少し映像作品を見てみると、2012年3月2日、のび太と奇跡の島アニマルアドベンチャー公開直前、ドラえもん映画公開直前スペシャル、のび太が出会った仮面の女王では、この映画の開幕、今度の映画のゲスト声優として、クリット解決、天栗旬が登場するドラマを見ていたまま、天栗旬、この回、のび太は遊びに行きたいのに勉強しなさいとママに怒られていたので、忘れろ草で忘れさせてその隙に遊びに行くという話だが、その際ドラえもんは、でも嗅がせすぎると記憶まで奪っちゃうから気をつけて、
と、短期記憶ではなく記憶そのものを失ってしまう恐れがあるということなのだ。そんなに怖い道具なのかこれ。そう、そして実際にこの道具で長期間記憶を失ってしまう、というのが、このアニメスペシャルの肝なのだが、ネタバレになるので、公式のドラえもんチャンネルで確認してみてね。そして次にこの道具は、映画にもよく登場しており、一つは映画、ドラえもんのび太の月面探査機にて、のび太が動物粘土で作り出したウサギ怪獣。この怪獣を止めるためにドラえもんは忘れろ草で対抗するのだが、と、今回もドラえもんは記憶を失う。やっぱり鉄板。まあ、この後静香ちゃんが忘れろ草をドラから奪って怪獣に嗅がせるのだが、この怪獣、そもそも呼吸しているのか、いや生物として認識していいのかわからないが、そもそも月で呼吸、二酸化炭素はあるのか、それすら怪しいが、まとにかくそれっぽい解釈でウサギ怪獣はおとなしくなりムービットと共存。物語の最後にはディアボロ戦で活躍していましたが、彼が記憶を取り戻してムービットをまた襲わないかが心配なのであった。確かに、まあもともと単細胞っぽい感じだし一生忘れてるかもしれないわね。うむ、というわけで月面探査機は以上。次は映画、ドラえもんのび太の翼の勇者たちでは、カラス警備隊に捕まったジャイアントスネを、そこで監視のカラスには沈め玉で移動を制限し、その隙に二人を救出。大長編の漫画ではこのまま逃げるんですが、映画ではここは念入りにドラえもんが追い打ちをかけており、忘れろ草を取り出すんですね。いやちょ、全然見た目が違うじゃない。そう、実はこの映画だけバラのつぼみのような外見ではなく、なぜか白い花で、しかも3本も使用しており、食って使うことができるという、ちょっとイレギュラーな使い方をしているんですね。これはもはや別物では、まあ、過去にビッグライトスモールライトでも解説したけど、道具の形なんてよく変わるから、あんまり気にしちゃいけないんだぜ。なぜこんなマイナーな道具まで、言ってしまえば、この道具そもそもからして今までずっと紫色のバラのつぼみの形をしているが、これコミックス休館の表紙を見てもわかるけど、もともとは赤いバラのつぼみなんですよね。あ、ほんまや。そして中扉は白黒で色はわからないが、実は藤子 F 不二雄ミュージアムの公式ブログで原画が公開されており、それを見るともともとは赤いバラになっているんですね。ただ、これが昨今のデジタルカラー版という、デジタル彩色が施されているバージョンでは紫になっており、おそらくアニメ準拠のカラーリングになっているんですね。お、背景の配色までそっくりなのにわざわざ花の色は変えているのね。そう、まあそもそも忘れろ草がいつから紫色になったのかはわからないけど、大山ドラが現状ほとんど確認できないので、わかる有識者に委ねることにしよう。他人任せで草。まあ、忘れろ草だけにね。は？というわけで、忘れろ草に関しては以上。次はとある映画で知名度をぐんと上げたこの道具、コミックス37巻、しかし幽霊は出た、では、忘れん坊という、この道具で頭に触れると記憶を消すことができるのだが、実は手元のタイマーで、現在から何分前までの記憶を消すか指定することができ、忘れろ草と違って使い勝手が良いのだが、なんとこの記憶は二度と取り戻せることがないのだ。いや普通にちょっと怖い。そう、なのでのび太がとある出来事を忘れた際も、他人から教えてもらって知るだけで、おそらく記憶そのものは取り戻していないのだ。ただ、タイマーを見る限りそんなに長い過去を消せるわけでもなさそうだし、この原作の朝ドラ版、2008年8月1日放送、しかし幽霊は出た、では、タイマーなど関係なく、10分前から今までのことを忘れてしまうというもので、原作とは違い10分限定、しかものび太に実際に使った際は、話せば記憶を取り戻し、おまけに階段で歩いて疲れていたことを忘れるという、なんか回復効果までついているのだった。それ記憶から忘れてるだけで体はダメージ受けてるのでは、うむ、でもアニメではもう少し緩やかな感じに調整されていたのだが、問題は映画、ドラえもんのび太と奇跡の島、アニマルアドベンチャーにて、この物語は、過去のパパが忘れん坊で記憶を失うという話だったのだが、肝心の忘れん坊のタイマーが故障していたため、パパは自分の全ての記憶を失っていたのだ。いや怖すぎる。ただ、この映画限定の設定で、もう一度叩けば記憶が復活するという設定があるのだが、記憶を失っていた間の記憶は失うという恐ろしい設定があったため、パパは今回の大冒険を覚えていないはずなのだが、なぜか、金色のカブトムシだけ覚えているという、不思議な事態に陥っていたんですね。それ不思議よな。ちなみに先ほど紹介したアニメ版のしかし幽霊が出た、でも、のび太は2回忘れん坊で頭を叩いているんですが、1回目がジャイアンチのお寺に着いた時、次はその日の夜であり、2回目を叩いた時は思い出すではなく、また数分ほど記憶喪失になっており、やっぱりこの忘れん坊の2回叩くと思い出す、というのはこの映画限定の設定なんだな。多少ご都合主義だけど、仕方ないわね。そして忘れん坊がキーになる映画はもう一つあり、そう、それは映画、スタンドバイミードラえもん2ですね。これは物語の核心に近いのであまりネタバレはしないけど、使用用途は変わっておらず忘れる、といったものだが、この忘れ期間も奇跡の島同様徹底しており、絶対に思い出すことはなかったのだ。そして思い出す手段もないため、使用には十分に注意する必要があるな。忘れろ草以上に取り扱い注意だわね。
うむ、ちなみにこの映画でものび太は何度か忘れん坊で頭を叩いているけど、当然2回叩いて思い出す、なんてことはなかったわね。ただ、ドラえもんの道具には記憶を思い出すっていう道具も多いから、忘れん坊が記憶の消失ではなく、限りなく思い出せない記憶なのであれば、別の道具を使えば、思い出す手段があるのかもしれないな。というわけで、忘れん坊は以上。次は前述した2つと似ているのだが、コミックス45巻、ガラパ星から来た男では、忘れバットという道具が登場しており、これで殴ると、その時考えていたことを忘れちゃう、と、忘れるのはその瞬間考えていたことで、実際殴られた際は、のび太はドラえもんに相談しようとしていた内容を忘れていたのだ。でも、この道具は他とは違い、何か忘れている、という感覚はあるみたいで、のび太は必死に思い出そうとしているのだが、道具のせいで思い出せず、こちらも忘れん坊同様ほぼ消失に近いが、何か忘れている感覚だけは残るのだ。だが、忘れん坊とは違い救済策はあり、実はバットの細い方で殴ると忘れていた記憶を取り戻すことができるのだ。おお、ここに来てやっと思い出す手段があるのね。そう、今までは兄より設定以外では思い出すことが困難な道具が多かったが、この忘れバットでは思い出すことが可能になるんですね。だが、そんな忘れバットより強力な道具があり、それはコミックス39巻メモリーディスクに登場する。文字通り、このメモリーディスクである。この道具は、昨日からの1日分の記憶を抜き取ることができ、消すだけなら他の道具と変わりないのだが、なんとこの道具は本人の記憶力をまんま投影しているらしく、忘れていることでもディスクを磨けば記憶を思い出し、狙った部分をマジックで塗りつぶせば記憶を消してしまうこともできるのだ。いや何それ恐ろしい。だが、このメモリーディスクが本当に恐ろしいのは、記憶を消すことではなく、記憶の改ざんができるのだ。それガチでヤバいやつじゃん。そう、本編ではのび太が漏らした話を、スネオ本人が漏らしたという可愛いレベルのことだったが、ことと場合によっては恐ろしい犯罪まがいなこともでき、忘れる系の道具の中では最も恐ろしい存在になりうるだろう。なんでそんな危険な道具持ってんだドラえもん。まあ、でもこの道具が操作できるのはあくまでその時から昨日1日程度のものなので、長い記憶、例えば他人になりすますとかそういうことはできなさそうだな。でも、昨日1日限定とはいえ記憶を好き放題、追加したり消したりできるというすごい道具なので、忘れる系の道具の中で、唯一狙った記憶を消去できるという点でも優秀なのは間違いないな。確かに、今までは指定した時間とか、その瞬間とか、短期記憶障害とか、ピンポイントで狙うのが難しかったもんね。そう、だけどそれさえ実現してしまう恐ろしいことがあって、ドラえもんズスペシャル5巻、旅のレオ第一章思い出が盗まれたでは、ある日突然、のび太はパパママドラえもんの記憶だけを失っており、その理由は、誰かがのび太の記憶をメモリーディスクで盗んだからなのだ。そう、実はこの回だけは1日分の記憶、ではなく、特定の人物の記憶だけを吸い出すことが可能な上、メモリーディスクから取り出した記憶は3日以内に戻さないと、永遠に消えてしまうんだ。と、なんとディスクに制限時間がついており、この回限定の設定が追加されているんですね。特定の人物だけとか便利だけど、3日で記憶が消えるのは欠陥すぎる。まあ、本来の用途としてはポストイットみたいな、もっと局所的に使うもんなんでしょうね。というわけでメモリーディスクに関しては以上。次は記憶を失わせるものの中ではかなり変わり種で、コミックス21巻ドラキュラセットに登場する。このドラキュラセットのマントと牙である。この道具は、ドラキュラになり血を、ではなく、脳みそから記憶を吸い取るというもので、しかも任意の記憶を吸えるという、かなり便利な道具なのである。普通に強くね？だが、この道具には大きな弱点が2つあり、1つはドラキュラ同様ニンニクに弱いということ。そしてもう一つは十字架にも弱いというもので、本家同様弱点が地味に厄介であるが、好きな記憶を狙って吸い出せる、しかも相手は基本的に思い出すことができないと、かなり強い道具なのである。確かに狙った記憶だけを消せるとか強すぎやな。うむ、さらにはドラキュラの弱点として有名な太陽光。このドラキュラセット、ワサドラで2010年と2020年に2回アニメ化されているのだけど、2010年版は公式で見れるけど、2020年版はまだ配信していないので確認していないのだけど、ウィキ曰く太陽光については、少なくとも昼の屋内を飛ぶ程度には問題ない模様と書いてあるので、2020年が外にドラキュラセットで飛び回ってへばったか、もしくは原作同様基本的に一度も昼の屋外に出たことがないので、そのように考察して書いてあるのかわからないけど、とにかく本家ドラキュラとは違い太陽光による弱点がないので、その点も強みとは言えるな。確かに昼間も飛び回れたら無敵やね。別の回、ドラえもん VS ドラキュラでは、ドラキュラセットではないけど、ドラキュラロボのウイルス感染でドラキュラ化した際は、きっちり太陽光が弱点になってたし、忘れている、というわけでもなさそうなのよね。やっぱりこの道具強いな。うむ、というわけでドラキュラセットの解説でした。では次に忘れる、というより忘れ去られる道具。コミックス35巻、ぐーたらお正月セットに登場する。この、人払い語弊である。これを飾れば誰にも邪魔されません。とあるように、この道具は近くに飾っておくと。明けましておめでとうございます。
何か足りないような気がするけど。そうなんだ、何かが足りないような。気のせいよね、お雑煮が冷めないうちにいただきましょ。と、のび太のことをすっかり忘れており、この道具は、自分の存在を忘れさせるというもので、これまでの道具とは違い、起こった出来事、覚えている出来事を忘れるのではなく、存在を忘れられるんですね。これは便利なのか。まあ、文字通り人払いをするための道具だが、似たような道具に、無人郷ドリンクや、独裁スイッチといったものがあるが、無人郷ドリンクは、存在は覚えているが人に会えないというもので、独裁スイッチは存在そのものが消えてしまうのに比べると、記憶だけ消すというこの道具はちょっと違い、途中までは覚えているけど、道具の近くに来ると存在を忘れてしまう、そういう変わった道具なんだな。使いどころが難しそうね。まあ、自分以外に人が近寄って欲しくない時に使えば便利だろうな。では、人払い語弊はここまで、次もちょっと変わり種で、外長編11巻、ドラえもんのび太のドラギアンナイトに登場する、この、忘れ薬である、この道具、シンドバッドがドラメンバーの王宮の記憶を消すために取り出したもので、結局この道具は誰一人として飲むことはなかったのだが、おそらく飲んだ場合、消したい記憶だけを消すことができるという便利なもので、これ、ドラえもんの道具ではないのだが、シンドバッドの道具は、すべて未来のタイムトラベラーによる道具だと判明している、それがどれぐらい先の未来かは不明だが、ドラえもん以外が所持している秘密道具と言っても過言ではないのだ。ドラキュラセットに比べると、こっちの方がよっぽど強力で弱点もないし強いわね。うむ、確かに強いことは強いのだが、もし、この道具をドラえもんが使える場合、ある意味初めて服用系の忘れ薬、しかも好きな記憶だけを消すことができるという。ただ、シンドバッド曰く記憶の印象が強すぎるとかすかに覚えているかも、ということなんで、実証データはないが、そういう可能性もあるだろうな。なるほど、完全に消したい場合はやっぱ忘れん坊とかの方が便利ってことなのね。まあそういうことだな。というわけでここまでが変わりだね。そして原作に登場するすべての忘れる系の道具の解説でした。それでは最後に、ちょっとだけ網折りの道具を紹介して終わりにしよう。お願いします。今回の情報、ほとんど公式や過去動画で見ることができないので、あくまでウィキや有識者によるブログなどのデータによるものだが、まず大山ドラ時代では、1996年7月5日放送、ジャイコに休日をに登場する、忘れろシールである。この道具はシールに物の名前を書くと、そのものに関するすべての記憶をなくす。先ほどのメモリーディスクのドラえもんズ版に似たところがあるのだが、効果を発揮するには自分で貼る必要があり、もし他人が貼ってしまうと、他人がその発言をするだけで思い出してしまうという、ちょっと厄介な道具なのだ。アニメでは、ジャイコちゃんに休みを取らせるために漫画を忘れさせていましたが、マンガン電池などにも反応するようで、結構苦労するドラメンバーなのであった。ドラえもんの道具って、こういう変なところに融通きかないわよね。うむ、原作にもバンって言葉で相手が気絶する玉が飛ぶ空気ピストル、これでのび太の晩御飯という言葉に反応してママが気絶するなんてこともあったしな。それでは次に、2001年9月14日放送、忘れうちわであり、このうちわで仰ぐと考えていたことを忘れるようで、効果的には忘れバットに近いが、使い方は忘れログサみたいな感じなので、その中間という感じだろうな。では、次にはサドラのオリジナルで、2020年5月2日放送、メモリーローン。この道具は、自分の預ける記憶を選んで、良い記憶ならお金をくれ、悪い記憶ならお金を取られるというもので、自分で記憶操作ができるが、消したい記憶の是非でお金が動くというちょっと変わった道具なのだ。なので悪い記憶を消そうとすれば金がなくなるし、良い記憶なら思い出がすり減るがお金がもらえるという、映画、トータルリコールにも似た、記憶が売買されるというちょっとブラックな道具なんだな。確かに良い思い出を売れば人としてすり減るし、悪い記憶なら貧乏になるし、ちょっと使いどころが難しい道具だわね。うむ、このアニメは2020年5月放送、公式は放送からだいたい3年後に配信されるので、今年あたり配信されたら見てみると良いでしょう。というわけで、これにて網折りの記憶を消す道具、そしてドラえもんにおける記憶を消す道具のすべての解説を以上にするぜ。ドラえもんの道具の中に似た効果の道具がたくさんあるが、今回は記憶を消すものに限定してみると、忘れろぐさ、忘れん坊、忘れバット、メモリーディスク、ドラキュラセット、忘れ薬、人払い語弊、網折りでは忘れろシール、忘れうちわ、メモリーローンなど、多くの記憶を消す道具があり、それぞれ微妙に効果が用途が違い、なんなら同じ道具でも登場するメディアでも効果が違うのであった。今回、記憶を消す、だけに絞って見てみたが、実は記憶を消さずとも、嫌な記憶を吹き飛ばすような、ハッピープロムナード、ヘソリンガス、ゲラゲライヤホン、地震ヘルメット、やりがい、網折りではウキウキワなど、そして逆に記憶を取り戻す、改ざんするような、アンチパン、忘れトンカチ、記憶映写トンカチ、いつでも日記、家族合わせケース、記憶取り出しレンズ、クロススイッチ、独裁スイッチ、賄賂、忘れ取りなどなど、
人の記憶や感情に干渉するような道具はたくさんあり、これだけ多くの記憶に関する道具があると、未来の世界では、それこそトータルリコールのように記憶も個人が管理する時代なのかもしれないですね。なんだか未来が恐ろしくなってきた。ま、現代人の我々には関係ないことですし、もし現実で辛い時は、現代人の強い味方、クソゼロで嫌なことも全部忘れちゃいましょう。それあかんやつや。というわけで今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。またのご利用をお待ちしています。